どうもハンサムクロジです。名を捨てた男龍が如くセブン外伝へ続きやっていきましょう。あいつ助けましたね。名前なんだっけ名前忘れたな。彼ね、メガネの彼助けて、次は赤目のとこに帰るということで、タクシー使えないんですよ。ここでイベントあるみたいなんで、まあ、走っていくか。ちょっと絡まれそうだけど無視していきましょう。何が起こるのか。あ、コースターにようこそ。ポケサーだ。ポケサーバー&喫茶コースターです。お願いします。かつてポケットサーキットにハマった大人の皆さん、またポケサーやっていきませんか。ポケサー、俺が昔ハマったポケットサーキット、略してポケサーのことか。若いね、キリュウちゃん。あれ20代じゃない？30、20代か。ポケサーはマシンをカスタマイズしてレースでの勝利を目指す遊びだ。奥が深くて俺も子供たちに混じって夢中になったものだ。あのお兄さん、もしかしてポケサー興味あります？知ってますか、ポケサーのこと。ああ、ポケットサーキットは昔よく遊んだんだ。懐かしいと思ってな。一時はブームが過ぎたと聞いていたが、まだ人気があったんだな。はいはい、リバイバルブームで最近また人気が復活したんです。この店も最近オープンしたばっかりなんですよ。昔ポケサーを遊んでいた大人の皆さんをターゲットにしたお店なので、お兄さんにもぴったりだと思います。お願いします。お時間ありましたら少し店内を見ていきませんか。今ならウェルカムキャンペーンで無料でスターターキットもプレゼントしています。おお、無料でもらえるのか。ポケサーの現在にも興味が湧いてきたし、少しくらいなら覗いてみるから。わかった。少し見ていくことにしよう。よかった。じゃあ中へどうぞどうぞ。ポケサーのコンカフェみたいだな。わあ、でもめっちゃ本格的。すごいぞ。やっぱコンカフェじゃねえか。はい。いかがです？初めてのポケサーバーは。いいじゃないか。ポケサーらしさも残しつつ、大人でも入りやすい雰囲気になってると思うぜ。ありがとうございます。へへへ、ありがとうございます。ポケサーだけじゃなくてドリンクも提供しているので気軽にお立ち寄りくださいね。はい。さて、これが無料でお配りしているスターターキットです。マシンとパーツがいくつかまとまったセットになっています。どうぞ。やった。ゴーレムジャガーゲット。スリックタイヤ。パワーモーター。ニトロフィン。アマリギア。はい、バッテリー。ファイアレッド。ありがとう。懐かしいな。いろいろなパーツを集めてカスタマイズするんだよな。はい、はい、パーツはこの店のパーツショップでも販売してますし、街で置いてくれてる店もあるみたいです。すごい、生ハムの原木がある。スターターキットは基本的なパーツだけなので、ぜひいろいろなマシンやパーツを集めて速いマシンを作り上げてください。わかった。ポケサーで遊びたいときはどうすればいいんだ。そうですね、この私、ポケサーファイターのランに話しかけていただければ大丈夫です。この店はドリンクやアイテムの売り上げで経営するスタイルなので、大会やレースへの参加は無料です。はい、さらに大会やレースに参加したり勝利したりすれば、いろいろなパーツやアイテムと引き換えられるポイントがどんどん溜まっていくシステムになっています。負けても損なし、参加するほど得をする形ですので、どんどん参加してくださいね。わかった。やりたいときはラに話しかけよう。俺は上流だ、よろしくな。上流さんですね。ポケサー界隈ではプレイヤーをくんちゃんで呼ぶ決まりがありまして、上流くん、僭越ながら上流くんとお呼びしてもいいですか。もちろんだ。ポケサーやろうぜ。 よかったです。ありがとうございます。じゃあこれからよろしくお願いしますね。一緒にポケサーしようぜ、上流くん。ポケットサーキット、気分転換には最適だ。時間のある時に楽しむこととしよう。おー、パーツ買う。いらっしゃいませ。持ってないパーツ、あ、ポイントがねえと買えないんだ。ありがとうございました。普通には販売してる。あ、なんかいるな。スピード、スピード、ポケサーってレースなんだよ。スピードがないと勝てないんだよ。スピード大事だね。なんだこの人、ちょっとダメだよダメ。そんなマシンでこの先に行ったらひとたまりもないよ。なんて言ったってこの先は蒼天堀の猛者が集う。おっと、喋りすぎちゃったな。何せよこの先を通りたければランちゃんに実力を認めてもらうんだね。なるほど、こんな場所があるのか。ロッカーの鍵落ちてそうだな。
ここはトイレか。何も落ちてないね。さて酒飲むか。バランタン30年、17年、12年。あ、でも、あれじゃん。あ、まあ、いっか。飲んじゃい。ソフトドリンクにしようと思ったけど、よし、まあ、いい、酒でいいわ。ちょっとレースもしてみたいですね、一回ね。やり方わかってるよ。大体。レクチャー開始しますね。なんか三角押すとダッシュ。ポケサはレーンで仕切られたコースの中でマシンの速さを競うゲームです。まあ、ミニ四駆だよな。要はね、ブーストができます。はいはい、三角押してブーストね。はい、ブースト。おー、ランもブーストした。いい調子だ。使用回数は限られるので、ここぞという時だけ使いましょう。コースアウトにも注意。いや、マシンがコースアウトしそう。こういう時は丸連打。あらららコースアウトしないで。はい、素晴らしい。これでコースアウト回避。あとはゴールまで突き進むだけ。早回し、二強に倒して、はい、おお、抜いた抜いた。こんな風に進ませることができます。これさえ知ってればレース中バッチリです。はーい、勝った。レクチャーここまで。はい、OK です。と、こんな感じです。改めてまとめますね。大体、覚えました。はい。OK。ポケスターポイントゲット。おー、やった !3000 ポイント。じゃあ、パーツを買いましょう。最近はもっぱらパーツ販売が専門。いらっしゃいませ。いい声だな。いや、この人もしかして、あの、ポケさんのお兄さんじゃないか？ちょっとわかんない。タフネスバッテリー。あ、全部買いましょう。あ、ギアも買おう。中速ギア。ラバーフィン。あ、全部買えるじゃん。多分。まあ、一通り買って。よし、カスタマイズだ。ありがとうございました。カスタマイズ。よーし、まずタイヤだな。あー、コストとかあるんだ。バランスが良くなるけどコストが高い。なるほどね。フィン、コストは合計で何本までいいんだ。モーター、いや、バッテリー、ステッカー、カラー、いいや、これで。別に、なんだ、レースによってコストが変わるみたいな感じかな。コースターにようこそ。ちょっとやってみるか、大会参加。ああ、コスト20までの大会ね。オッケーオッケー。じゃあちょっとこれを改造しよう。タイヤ変えるか。バランス悪くなるけど、スポンジタイヤにして。フィンは変えたくないな。モーター、うーん、押すか。あ、いや、ダメだ。タイヤをスポンジにして 1! うわー、だいぶ変わるね。まあでもこれでいくか。 OK。 多くのマシンが戦い、絶対1になるから。俺のゴーレム中じゃ。
ボケサー博士を夢見て勉強中という挑戦者。クレバーな走りを見せてくれそうだね。注目の上流くんは緑レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないようにね。まもなくスタートだよ。集中集中。やるか、やるか。速っ、ちょっと速いぞ。これは天才だな。もう何もする必要ないな。速すぎるな。コースアウトが心配だな。ちょっと早送りしたこうか。よし、はい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 。いや速いな。はい、終わり。よっと、今日の熱いバトルを制したのは上流君だ。おめでとう。5500ポイントゲット、うん、俺の勝ちだ。どうだ。ありがとうございました。よし、新しいパーツ。いらっしゃいませ。一応買っとくか。全部買えるよね。OK。 おーし、買えた。ありがとうございます。はい、コースターにようこそ。さあ、また買っちゃうよ。これでいこう。あ、同じ構成でいける。はい、行きましょう。このコースは一筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。ちょっと勝てるか分かんないな。俺のゴーレム中じゃん。まあいけるだろう。挑戦者の目からはすごい気迫が感じられる。上流君は打ち勝つことができるかな。注目の上流君は青レーン。みんなスタンバイしてるね。隣のマシンとほぼ同じカスタマイズじゃないか。勝っても負けても恨みっこなしでね。てかやっぱあの青いバンパー流行ってんな。いけ、早い。よしよしよし、よし、いける。全然いける。大丈夫大丈夫。コースアウトもしない多分。カスタマイズが良かったな。良かったな。完璧だ。あ、勝ったね。よし、勝った。何が起こるかわからない。マッコケサーだよ。強い。他のマシンが追いついてない。ブースト必要なし。ブースト必要なし。あー、余裕ですね。はい、勝った。俺の勝ちだ。今日の熱いバトルを制したのは上流くんだ。おめでとう。ありがとう。はい、勝ち。上流くん、優勝おめでとうございます。上流くん、昔の勘は取り戻せてきましたか。ああ、だんだんと思い出してきた。でもどこか物足りない、そう言いたげた顔していますね。その気持ち分かりますよ。上流くんが物足りない理由、それはズバリライバルがいないからです。そう言ってくれると思ってました。飛び散る汗、宙を舞うマシン、育まれる友情、成長のために必要なのはまさにライバル。1対1の激戦の熱気でお店も大盛り上がり、お客さんも切磋琢磨できて、まさに完璧と思っていたんですが、はあ、どうかしたのか。あまり広まらないんです。何でも屋の赤目って人にも依頼してみたんですが、反響もなくて。コースターもいろいろ大変なんだな。お願いします。そこで上流くんにお願いなんです。もし熱い戦いができそうな相手を街で見かけたら声をかけてもらえませんか。もちろん無理に探してもらう必要はないです。街を歩いていて見かけたら声をかけてもらうだけでいいので、どうか。わかった。もし見かけたら声をかけてみよう。ありがとうございます。対戦相手のスカウト、さっき赤目に依頼したと言っていたな。赤目に確認してみるか。 OK。 おというわけなんだが、そういう話は来ていないか。あー、確かに来た覚えはあるな。ただちょっと難しくてな。そうなのか。広めてくれって言うてもボケサーできるやつが赤目ネットワークにいないんや。対戦相手を募集してる人は調べられるんやけどな。そうは言ってもボケサーやってて暇なやつなんておらんしな。って、なんで上流はポケサーの店にいたん。ひょっとしてポケサーやっとる。ああ、この間意識もらってな。じゃあちょうどいいやん。対戦相手を募集してる人はうちが探しておくから、上流声かけてな。
それじゃ情報は送っておくから頼んだで。おお、切れてしまった。まあ暇の時に探してみるか。おライバル対戦は1対1で戦うモードです。街にいる対戦相手を見つけて話しかけるとライバルリストに登録することができます。登録したライバルはコースターにいるランに話しかけることでいつでも対戦することができます。ライバルを倒すとポケサーポイントがもらえます。 OK。 とりあえずいらっしゃいませ。品揃え増えました。 ね、ありがとうございました。よし待って、コースターにようこそ。大会勝つで。最後のコスト20の大会。 OK。 公式大会ちょっとカスタマイズしてみる。いや言うて、タイヤも別にこれでいいか。いいね。あ、今何つけてるっけ。タイヤスポンジタイヤか。ちょっとやめよう。フィンがハイパースピードフィン。重さがちょっと上がるんだ、スーパースピードフィン。でもその分コストが下がる。おっと、これも重いけどコーナーがだいぶいいな。うわー迷うな。これスーパーミドルフィンにしてタイヤをスーパースポンジタイヤに上げる。あ、そうね、これにしよう。モーターは変えない、ハイトルクで。ギア、いやいや、ギア何周するんだ。それ見よう。ラップ数12。それって多いの？ちょっと分かる。このノーマルバッテリーにしましょうか。よし、これでいこう。結構長そうだもんね。でもタフネス使うほどじゃない気がする。このコースの主役はなんといっても急カーブ。はいはい、気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。ここ気をつけよう。本日のライバルは注目サイベリー。早い。 OK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 、 全然早い。大丈夫、上流なら大丈夫。ここ気をつけろ。全然いけるね。おいしいね。全然平気だ。カスタマイズが良かったね。バッテリーもちょうどいい。よーし、余裕じゃない。マシンたちがしのぎを削っているね。後半もしかしたらタフデスバッテリーじゃないから、後半ちょっとスピード衰えてくる可能性が。あーやばいやばいやばい、あぶねー。ここまで耐えろ。よしよしよし、耐えろ。あと上流君が現在トップ。このまま逃げ切れるか。よしよし、あと6周いけるか。やばい、ゲージがだいぶ少ないな。コースアウトの可能性あるな。スピードどうだ、落ちねえかな。多少落としてくれない、スピード。ここ危ない危ない。あ、いけた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 、いけるいけるいける。おーし、ここで下手にブーストしない方がいいわ。下手にブーストすると吹っ飛ぶぞ。あ、でも追いついてきてない、大丈夫か。よし、あと1周。ちょっとブーストすっか。やべ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 、マジか。ちょっとしか、これ別にブーストしなくても勝つかな。悔しいわ。もう一回もう一回、公式大会もう一回、絶対勝つわ。
バッテリーかよ。タフネスパッド、これでいける。注目かよし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 、そう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 、このくらいの接戦で後半までね、いけばフォースアウトもないし、焦ることない。あー素晴らしい。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。大丈夫、このまま最後まで走り切れるか。あ、いいわ、このまま何も何事もなく、よし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 、フォースアウトなし。オッケーオッケー、素晴らしい。ジャンプゾーンが襲いかかる。ちょっとここでもう行っちゃうか。やべ、え、やべ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 、調子乗った、調子乗、調子乗りました。いけると思っちゃった。いらなかった、ブーストいらなかった。ありがとう、コースターにようこそ。次は勝つ。ここインタ注目、それレディー、ほっとこう、もう何もしない。僕はだって何もしなくても多分勝てるもん。行くとしたらここでブーストだよ、ここでブーストじゃない。 OK 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 OK、やばいかも。あー、調子乗ったな、また何やってんの何回も。あー高すぎる。ブースト機能なんて使う必要ないんだ。本当にいらない機能だった。コースターにようこそ。ドラマチコ、よし、マジでほっときます。さあ12周待とう。足元を救われないようにね。安定した走りでコースを駆け抜けているね。いや、いいね、マシンたちがしのぎを削っているね。結構差あるよ。上流くん華麗にクリア。このまま勝つぜ。乗ってるぜ。起こるかわからないのがポケサーだよ。トップを走り続けている。早いな。いやー、もう絶対勝つわ。順調な姿を見せている。止められねえぞ。マシンがうなりを上げている。どうだ、周回遅れいけるかな。そこまでは無理か。悪くねえな。あ、でもだいぶ近づいてきてる感じはあるけど。おお、かけるには追いつけんじゃないか。青。安定した走りでコースを駆け抜けているね。その乗ってるぜ。このまま勝つ。コースアウトには気をつけてね。おおと、普通にコースアウトの危険だ。その精神でコースに戻った。よっしゃ、かけるいけた。周回遅れ。オッケー。悪くねえな。コースアウトには気をつけて。よっしゃ、勝った。さあ差し掛かるは急行。イエーイ、俺の勝ちだ。モザイク必要なし。勝ちました。ありがとうございました。新たな難易度ね。よし、新しいパーツも来た。いらっしゃいませ。お、マシン抱える。サイドステイ、ライトサスペンション。あ、やべ、めっちゃ使っちゃった。もう買えるのないわ。紙速ギア買っちゃった。ありがとうございました。ちょっとこれでやってみます。コースターにようこそ。新しい難易度、あ、スーパーデビルキラーゲット、スタンダードポケサータイプ。これやってみようかな、ちょっと試しに。ちょっとこの、スーパーデビルを改造して、
コスト25ね。ウルトラスリップタイヤ。コーナー激強。重くてもいい。モーターはハイトルク。半速ギア。あ、加速がだいぶ下がるな。迅速。いや、スーパー中速。サイドステイ。あー、なるほど、重くなる。サスペンションいいな。サスペンションコストが結構かかる。タイヤ、いやー、どうしよう。どういく？これで行ってみる？激早なんじゃないかな。でも果て、なんか通に越そうとしそう。早いは早いと思う。うわ、芝だ。芝か。芝だとどうなんだ。芝に合うタイヤって何だったんだ。吹っ飛びそう。何が起こるかわからないのがポケターだよ。でも、あ、いけそうだな。芝がいい感じにスピード落としてくれてるから、コースアウトなさそうだな。おーおお。いやー、勝てるね。みんなタイヤだいぶ気使ってるな。でも芝でも早いな。芝のおかげで助かってるな。スピードが落ちて、あ、一人コースアウトしてる。あ、やべえ、いけんのか。お、いけたいけた。結構遅いから、スピード落ちてるから。よし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 、オッケー。なるほどね、芝問題ね。それでは上陸、タイムアタックには挑戦していますか。いつも大会で走ってるコースですが、タイムアタックの目標はその通り時間。お店で設定したタイムを抜けたら景品としてポイントも用意してますから、ぜひ挑戦してみてくださいね。はい。いらっしゃいませ。あ、使いますわ。タイヤー。どれかを。ハイパー中速ギアか。オッケー。ありがとうございます。こんなところで、ちょっと今日はもう行こう。あ、おもろ。ポケさんおもろいですね。ちょっと待って、一応。見逃してる可能性あるから、コンタクトレンズつけて。あ、あったよ、やっぱり、六角形。こんなところに。たとはね。オッケー。じゃあ行きますか。銀皿で、この人たちがこういう赤目のマークついてる人がポケさんのライバルになるんだ。おっちゃん、僕と一緒にポケさんせえへん。おい、いいよ。よし、リストに入れた。はいはいはい。で、お店行ったら対戦できるって感じですね。オッケーオッケー。はいはい。いろんなところにいるわ。よいしょ。この子ともね。よしよしよし。いいよ、やったろ。これで、
ここのこれね、ここの、あ、ここだ、スマイルバーガーの2階って言ってたかな。ここのイベントもね、ロッカーキーはないな。よしよし、髪青、赤目からの仕事、確か北山だったが、派手な髪してるって話だったが、こいつか。ああ、やっぱダメか、今月も伸びなかったな。んなんだ、おい、あんたが北山か、上流という赤目の使いだ。あなたがですか。そうだが、あれ、女性の方ってお願いしたのにな、女の人がよかったな。そうなのか、行き違いがあるようなら俺は出直すぜ。ああ、いや、すいません、大丈夫っす。そうっすね。大丈夫っす、大丈夫っす。考えたらどっちでもまあ変わんないっす。どうぞ座ってください。俺が鍛えます。すごい、かまいたちの濱家さんに似てますね、顔がね。それで、依頼内容を教えてもらえるか。あ、ジョージさん、その前ちょっといいっすか。お、なんだ、これ、どう思います、うん、これ、うん、なんだこれ。はあ、やっぱり面白くないっすよね。今更激辛焼きそば食ってもな、そりゃ見飽きてますよね。嵐がさっぱり飲み込めないんだが。あ、すいません、俺配信者やってまして。配信者、インターネットにビデオ投稿したり生放送したりするあれのことか。昭和から平成初期の言葉で説明するとそういうことっす。今見せてきたお前が顔から汁という汁を出しながら焼きそば食ってる映像もその一環ってことか。ええ、でも全然再生も登録も伸びなくて。でも目の前で視聴者の反応を直に見れてすっきりしました。そうそう、この線はすっぱり諦めて、やっぱ俺こっち一方でやってきます。うっす、こっち、ええ、自己物件系です。わあ、自己物件聞いたことないですか。殺人とか自殺が起きちゃったマンションとかの賃貸物件、あ、そのせいで家賃が安くなったりするやつか。そう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 、それっす。配信者の中にはそういう物件をあえて借りてその様子をレポするっていうジャンルがあるんですよ。何、まさか撮影の手伝いっていうのは。そうっすね。そう、俺が自己物件で暮らしてるよ様とそこで起きてる現象をカメラマンとして撮ってほしいんです、うん、そんなの三脚でも置いて一人でやれるだろう。いやそれがですね、いざ自己物件に引っ越しては見たものの、俺霊感ゼロだったみたいで一向に何の怪奇現象も起こらないんですよ。体も健康そのもので、何よりじゃねえか。大問題ですよ。わざわざ実行物件に住んで何も起きませんでした、今日もいい寝覚めですなんて動画伸びるわけないじゃないですか。なので上流さんには撮影スタッフってだけじゃなくて心霊現象の呼び水的な効果も期待してるんです。そうっすね。かつ怖がって仕事放り出して逃げ出すなんてことのないほどほどの責任感を兼ね備えた人材をお願いしますという依頼を出させてもらったんです。その上女性が良かったんだろう。で、まあそうです、赤目のやつ、分かった、さっさと仕事終わらせよう。では早速アパートにご案内しますね、いざ出発。まあ、なんて女性が良かったの、自分のためじゃねえか。ここが事故物件な、さっさどうぞどうぞ、ここが我が家でございます。事故物件だな。なんだ、カーテンを閉めてるのか。その方が雰囲気も出るかと思いまして。朝日がさんさんと降り注ぐ事故物件っていうのは風情がないでしょ、うん、照明もなんか妙に薄暗いな。あ、それは単純に蛍光灯を買い替えてないだけです、お金なくて。それでこの部屋にはどんな曰くがあるの。あ、上流さん、あんまネットのニュースとか見ないですか。いや、その手のはさっぱりでな、テレビもろくに見ない。そうっすね。そうなんですか。あのですね、この部屋はなんと殺人事件の現場になったんです、うん、殺人事件、ええ、1年くらい前の事件でして、当時この部屋に住んでいた容疑者の男がネットで知り合った男性をここに誘い込んで殺害、遺体を人知れず遺棄してたって事件がありまして。気分のいい話じゃねえな。ええ、しかもその容疑者森本慎吾ってやつらしいんですけど、行方不明で捕まってないから未解決のまま。さすがに部屋は最低限のリフォームはされてますけどね、借り手がいなくなっちまうだろうからな。それで俺は何をすりゃいいんだ。上流さんには俺が寝ている間に撮影をしていてほしいんです。ん、撮影するのはいいが、なんでお前は寝てんだよ。いや、俺って霊感ゼロだから、まず俺が寝静まらないと先方も出てこないだろうという結論に至りまして。あ、先方、
あ、バカを見る時の目してる。よくわかったな。バカバカしく思えるかもしれませんが、俺も必死なんです。このままじゃ俺の配信者成り上がりストーリーが最後の手段なんです。どうかお力を。ああ一度やると言ったんだ、今さらやらねえとは言わねえよ。ありがとうございます。じゃあこの部屋で起きた事件の詳細を説明しておきます。撮影するにあたって場所の手がかりになるかもしれないんで。犯人は洗面台にいた相手の男性を背後から心臓を包丁で一突きしたそうです。だから何か起きるとしたら一番有力なのがここだと思ってます。有力か。その後犯人は遺体を風呂場に置いておいたそうです。ですので風呂場も何かが起きるんじゃないかと期待してるんです。被害者の無念が血とともにたっぷり染みついているでしょう。でですね、犯人は最終的に遺体を冷蔵庫に詰め込んでいたそうです。そしてタイミングを見計らってゴミに出した。ですのでキッチン周りも事件の重要なスポットです。浮かばれない魂が漂っている場所ではないかと。とまあこんなところがこの部屋の撮影ポイントだと思います。よくもまあ危機としてこんな話ができるもんだ。いやいや、必死なだけですよ。生活かかってるんですから。そうかい。それにしても悲惨な事件だったようだな。こんなとこに住んでたら取り殺されても不思議はねえ気がしてきたぞ。いや、その心配はいりません。霊は人を殺せませんから。そんなことが可能なら特に俺が殺されてるはずっすからね。本当にドライなやつだな。よし、とにかく何かありましたら逃がさず撮影をお願いします。逃さずかな。本物の心霊現象を撮影できたらバズるのは間違いなしです。有名配信者の仲間入りまであと一歩のところまで来てるんです。分かった分かった。そういや撮影行ってるからカメラはないのか。お金なくて。すいませんが上流さスマホ持ってますよね。それで撮っておいてもらえますか。貼るべきところに貼れないやつってのは見込みがねえな。厳しい指摘。じゃあ俺はそろそろ寝ますから、後のことはお願いします。暗いとスマホじゃ何も撮れないから明かりはつけっぱにしときますね。もし何か起きたら撮りも確認もまずは撮影することを優先してください。それは絵が床に寝るのか。布団買う金もなくて。でもここで一発当てれば布団なんてかけ放題になりますから。ではおやすみなさい。布団なんてかけ放題。グゴゴムニャ、すごい100万いったぞ。ウヘヘムニャムニャ。のんきに寝てやがる。さっきの話を聞いてなきゃよくあるアパートなんだがな。なんだ今の音は。今まで聞いたことがねえ類の音だな。まさかこれが心霊現象ってやつなのか。台所の方から聞こえたな。カッカッカッカって鳴ってるね。確かに。おお、電気がチカチカ。何これは。まさか本当に出ました。うわ、恐ろがせるな。え、うわ、これってもしかしてラップ現象とかってやつでは。ラップ現象、そういうのがあるのか。そうっすね。そうですとも。やった、上流さんをお呼びした回がありました。撮ってます、これ撮ってます。なんだネズミですね。ネズミが壁の中を走ってるみたいだな。だ、これはネズミの通り道っすね。ネズミの通り道、その名の通りこの壁の奥にネズミの通り道があるんですよ。そこには蛍光灯の配線も通ってるのでしょう。配線の上を走った時の接触と振動で明かりがついたり消えたりしてるみたいですね。なるほど、そういうことか。残念ですけどこれじゃ動画には使えないですね。俺はまた寝ますんで引き続き撮影お願いできますか。面倒だな。いやマジ真摯なやつだなこいつ。大体こういう系の YouTuber ってネズミだろうがなんだろうが電気チカチカしたら、うわ心霊現象だみたいなことを言って騒ぐもんだぞ。むにゃむにゃ、へへ、案件もらえたぞ。グーグー、もらえるといいね。寝言の多いやつだな。さっきも聞いたラップ音だったか。今度は風呂場の方から聞こえたか。
わ、怖え。特に変わった様子はないか。なんだこのゴーって音。お？なんだこのうめき声のような音は。まさか今度こそ心霊現象なのか。出ました。おい驚かせるなって言ったろえへへ、すいません。で、何が起きたんですか。また声が。あ、これか。ん、なんだその反応は。お前の期待していた心霊現象ってやつじゃないのか。いや、俺も最初そう思ってたんですけど、この音、下の階にあるスナックで客がトイレで吐いてる声なんです。ん、こんなところから聞こえてくるもんなのか。このアパート築年数結構いってて、あちこちに隙間があるです。そういう空間があると反響して遠くの部屋まで聞こえてくるらしいんすよ。そうなのか。現にこの音、スナックの営業時間中にしか聞こえないんです。なんとも人騒がせだな。残念ですけどこれも動画には使えないかな。俺はもう一度寝ますので引き続きよろしくお願いします。やれやれ、とんだ仕事引き受けちまったな。いや、この人さ、この心霊現象を暴き系 YouTuber になった方がいいんじゃないか。事故物件で困ってる人のとこ行って、あ、これはこういう理由ですねみたいな調査する人になった方がいいぞ。サインは順番にね。無理や無理や、ずいぶん大物になった夢見てやがるな。次は洗面所か。ん？ん？またか。今度は洗面台の方か。うわ、これはもう心霊現象だよ。これこれはまさか地下。今度こそ本当に、え、ついに出ました。おお、これは、ああ、これはさすがに説明がつかね。あ、いや、少し待ってもらえますか。お待たせしました。おい、滴りが止まったとどういうことだ。水道の元栓を閉めてきたんですよ。は？いや、いや、このアパート水道管ボロボロなんですよ。錆び水出まくりで。この鏡の裏あたり水道管が通ってて、そこから漏れてただけですね。なんだそりゃ。いやー、上流さんのおかげか、なんかいろいろ起きはしますけど、どれも心霊現象とは言えないですね。妙に真面目だな。適当に嘘ついてそういうことしちまえばいいんじゃねえか。いや、そんなわけにはいきませんって。配信者の世界はグッツグツに煮えたぎるレッドオーシャン。そこで俺みたいな無名が成り上がるには強い武器が必要なんです。お前の武器ってのは？リアリティ。カメラ越しでも伝わる圧倒的なリアリティですよ。フェイクが氾濫する今、それがユーザーの目を引くはずなんです。言ってることはご立派なんだがな。だが、そろそろ諦めた方がいいんじゃないか。これ以上粘っても無駄としか思えねえ。まあ確かに。そうだよな。そうっすね。うん。ここいらが潮時ですかね。仕方ない。次の手打つかな。これ怖い系のうちじゃん。赤目か。だから女性の方が良かったんだけどな。ジョーリーだ、どうかしたか。ジョーリー、気つけて。ん、え、何がだ。北山っちゅうのは決めや。その部屋も友人経由で借り取るのが分かった。え、ああ、もうだから北山の本名は森本慎吾言うて。はあ、マジかよ、こいつ。こいつ、人殺して逃亡してる犯人じゃねえか。森本慎吾、その名前は。くっ。ああ、惜しい。おい。お前、電話の声聞こえてましたよ。バレちゃったみたいですね。お前がこの部屋で起きた殺人事件の犯人なのか。そうそう。そうなんですよ。お前の狙いは何だ。いや、ずっと言ってるじゃないですか。俺、配信者としてビッグになりたいんですよ。ほんとそれだけなんですって。そのためには俺にしかない武器がいるんです。
事故物件ネタの動画なんて星の数ほどありますけど、殺人犯本人が現場をレポしたら、そこにはとんでもないリアリティが生まれると思いません？そのために事故物件を作るためにお前は人を殺したのか？そうそう。でもそんな怒んないでくださいって。殺したやつもネットで詐欺まがいのこと散々してたクズをわざわざ選んだんですから。いや、それとお前のしたことには何も関係ねえ。はあ、赤目ってとこは仕事も確かで秘密も守るって聞いてたんだけどな。俺のことはバラすし、女の人に来てくれって頼んだのに上流さんみたいなごついのが来ちゃうし。え、まさかお前。そうそう。今回の撮影でダメだったら赤目さんとこから来た人も殺すつもりだったんですよ。だから女性が来てくれた方が楽でよかったんだけどな。え、同じ場所で2件も殺人事件起こしたらさ、さすがになんか起こるでしょう。結果的に赤目の采配は正しかったみたいだな。北山、いや森本、お前の暴走もここまでだ。そうはいきませんって。俺の夢はこれからだったからよ。価値の悪い男だ本当に。死んでもらう。死ぬのはお前だ、この森本。ほら、やべ、ほら、よいしょ、やべ。殴られても殴られても殴り返してやるってんだよ。ほら、し倒した。そんな俺の夢がこんなとこで。いや、夢ってのは他人を利用して思うんじゃねえ。お前がしていたのはただの殺人だ。その罪は国にきっちり裁いてもらう。覚悟しておけ。くそ。ああ、赤目か。ああ、無事だ。警察をよこしてくれねえか。そうだ、依頼人の家に。俺は来る前に姿を隠すさ。終わったな。だがラップ音だったか。あの音は結局何だったんだ。あ、誰か映ってんじゃない。あれ、あ、ありがとう。まさかな。まさかな？まさかなで済む。ああ、ああもういいね。なかなか面白いストーリーだったわ。赤目ネットワークじゃない、スマホで赤目んとこ帰ろう。いやー、読み上げ疲れたな。ポケサーしようぜ。こっちにもいるな、ポケサー。上かな。しおり、さてで帰りますか。赤目ただいま。お、上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや、上流。
あんたも生粋の戦う魂を持つ男、またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね。わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな。な、どうやらマジで言ってるみてえだな。あんな？桐生さん優しいね。ほなええか、これから上流に出てもらうは1対1のデスマッチや。勝って賞金を手にするか、それとも負けて死ぬかの2つに1つ。せやね。せやけどあんたやったら絶対平気や。うちが見た中でも最強の男やさかいや。前置きはいい、行くならさっさと行こうじゃねえか。やっぱ頼もしいの。ただその前に対戦相手の情報を知らせとくわ。あのね、上流と戦うことになったのはなんのはパワーが売りの元プロレスラーや。通称ハンマーヘッドと言って、データによるとゴリゴリ硬い筋肉の持ち主で打撃の攻撃力が半端ない。おお、キャッスルに来てから負け知らずやな。さすがのあんたも手こずるかもしれん。俺はお前が見た中で最強の男なんだろ。だったら大船に乗ったつもりでいりゃいい。あかん。ちょ待ちいや、あんたうちにとって金の卵を産むガチョウや。うっかり死なせでもしたら大損こくんやで。せやから万全の備えが肝心や。裏吹き屋のみぞろぎのおっちゃんから新しいガジェットを紹介されとる。その名はなんとシューズ型兵器ガジェット、ヘビや。蜂から始まってホタルにヘビか。まあみぞろぎのガジェットについては信頼している。せやろ、絶対手に入れなあかんで。そしたらまたキャスに乗り込むんや。ええー、な。おい、みぞろぎんとこ行くか。じゃあ、なんかお使いが多くなってきたね。ちょっとここのここね、ここのポケサーの人に話しかけたいな。行くか、走ってっか。ポケットポケットサーキット、ポケッケポケットサーキット。この人か、違うな、中っぽいな。あ、この人か。ポケサー、はい、オッケー。で、こっち行ってロッカーも開けたいから。絡まれる。おいしょ、うわ人数多いな。チャリチャリ、あ間違えた。ほら、時間食っちゃう。これか。こいつはスタミナロイヤルでした。
よし。来たでー。なんかある?ああ、アイテム。銀皿。ヘビくれ、ヘビ。ミゾロギ。なるほど。あんたの次の対戦相手はあのハンマーヘッドかいな。俺は初耳なんだが、そんなに有名なやつなのか?おう。おう。あんな相手にしたら生きて帰れん。赤部ちゃん、あんたのこと使い捨てにする気やで。え、そうかもしれねえな。だがあんたの武器がありゃ生き残れる。違うか?ええ、そういうことや。赤部ちゃんに聞いとるやろが、新しいガジェットを用意しといたでいい。おう。その名もなんと、シューズ型兵器ガジェット、ヘビや。こいつはどういうものなんだ?身につければ凄まじい移動スピードを実現し、ハンマーヘッドを翻弄できるやろな。やつがどんなパワーの持ち主でも、技が当たりさえしなければあんたの敵やないで。ああ、なんかそうなると相当に根も張るんだろうな。アホ脱がせ上流。今更水臭いで。わしとあんたの仲やろが持ってけドラブ。いただきます。ヘビー。はい。強化して戦おう。あんたほどの男にそこまで言われちゃ遠慮するだけ野暮ってもんだな。ありがたく受け取ってくよ。おう。けどその代わり、ガジェットを強化するときはそれなりにお代もらうことになる。すまんの。いや。いや、当然のことだ。むしろこっちから頼んででも払わせてもらうぜ。おう。ほな、またのご来店を待っとるでいい。わしはあいつでもあんた応援しとるさかいな。よっしゃ。で?ちょっと出たら絡まれる、もしかして。あ、そんなことない。で、ここにポケソーの人がいるね。これはね、確か違ったんだよ。か、飯食った方がいい。あ、飯食える。飯。串カツ。いらっしゃいませ。結構食ったね。レンコン、ささみ。よし、行くか。ありがとうございます。さて、どこだ?あ、あの人か。よし、ポケさんと。OK。じゃあ、全員に話しかけたわ。一回戻ろっか。あー、ちょっと待って、エビシアで銀の皿売ろう。いらっしゃいませ。あ、プラチナもあるわ。オッケー、まだあった。よっしゃ。ありがとうご。ここからだとタクシー呼べる。ああ、呼べた呼べた。おいで。お疲れさん。ネットワーク、はい。で、依頼が増えてない。サポートマップも変化なし。投資だな。これか。オッケー、投資完了。ショップも見よう。1万、あ、22,000。竜の皿しか買えるな。ちょっと欲しいけど、一旦いいか。ネットワークレベルが13になったら何かあるっぽいしな。わ、結構いろいろあるね。装備、コンタクトレンズは外しといて。なんだこのミニモアパフューム。
あ、キャストの好感度ね。はいはい。レプリカ着といてと。能力強化しよう。92万。装備を増やしたいけど。どうだっけ、装備の増やす。ああ、これか。300万もいるんかい。金が足らん。かな。よしか。OK。というわけで、セーブしよう。はい、今回はここまで。ヘビっていうガジェット手に入れたんでね。小型のガジェット噴射機構を備えた靴。速度によって体当たりの威力が変化する。最大で3秒の起動が可能。ということで、これを使って、闘技場で次回戦っていきたいと思います。ポケサーもやったし、殺人犯も捕まえたし、充実した蒼天堀ライフだったですね。楽しい。というわけで、また次回。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。We'll be right back.